この実況動画はご覧の提供でお送りいたします。皆さんどうもどうもよろしく、わらしドラゴン DK です。ではね、今日もオーリンスフィアレイブスラシルの方をやっていきたいと思います。では行こう。ではやっていきましょう。終焉ね、これね、ちょっとね、ミスってね、なんていうんですか、適当にやったらね、なんかテキストアーカイブ見てちゃんとやれって出てきたので、まあちゃんとやっていきましょう。ということで、コルネリウスから、コルネリウスよね、コルネリウスを選んでやっていきたいと思います。序章の方、こう最初はね。お、イングレ、が溶けてもダーコーバの魔法は続いている。分かってはいたが、こう心を蝕まれるとは。我慢できない。飢えた狼のようなこのどす黒い食欲。ベネット、お前ですらうまそうな肉としか思えない。やばいからな、それな、もんな。黒いだけやし、俺はもう終わりだ。だが無意に朽ちるものか。無意に朽ちるものかってか。おレバンダ、あー、かわいい。こっちじゃレバンダ。マジか、中入っていく。え、これ大丈夫な、中入って。さあ眠れ、すべてを飲む夢を見ながらな。え、これどういうこと。一回見てんねんけど、まだ理解できない。おお、え、何。行く部下の者たちのおかげで再び釜に火が入った。おお、指輪はなくとも主は誰かお前にはわかるだろう。さあ世の声に応えよ。世界に審判を下す時は来た。終焉は今、世と共にある。この世の終焉ってのは、それこそ怖い。この世の保存を吸い尽くし、力とするのだ。おお、なんか、やばい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 、やばいって。おお、ひぃやばすぎる。保存めっちゃ吸われてる。大丈夫なんか。ひどい姿だな。これがあのバレンタイン王の慣れの果てか。生きていたのか、イングデイ。こそこそと隠れ回る小心者。あんたこそ、冥界ではオデットの故障だったそうじゃねえか。相変わらず口だけは達者だな。とても高潔な我が血を引く男だとは思えぬ。思えんのか。そうかな。よく似てるぜ。力に狂っているところなんか特にな。力、お前に何の力がある。見せてやるよ、ダーコーバ。タイタニアでの恐怖を今一度。まさか。まさか。大事な大事な結晶炉をガラクタにしてやる。捨て身で世に挑むというのか。そうだ、嫌な話だろう。国を滅ぼした狂気の王子はその命で残った仕事をやり遂げるんだ。うお、変わったね。大丈夫。絶対時間を保てんやろこれ。序章2幕。ああ、はあ、やな。まだ魔力が働いておる。お、誰かがダークオーバーの秘術を2人頼もうかな。やめてくれ。この朽ちた肉に知恵の渇望が湧き立ち、まがまがしき閲楽が心を狂わず、心が黒く塗り替えられていく。うわ、来たな、あの女の家来ども。再びを押さえつけるために。ガロン、その腕をカスで縛り付けていた我らの女王は闇に消える。王の自由を妨げる者はもはや誰もいない。ならば従え、墓守ども。お前たちが闇の力を糧とするなら、この黒く渦巻く力に従え。今よ
列車を率いて王国を目指すのだ。死の国から出る道はない。全女王が道を閉ざされた。何だと？ご安心なされよ、ガロンも。出る方法ならありまする。誰？何者だ？確かに誰？あなた様のしもべ。耳は変われど忠義は変わりません。三賢人の一人ベルトです。ベルトかい。いや、その姿出てこれんな。知っておられますから。死神たちは生と死の境を自由に行き来できるのを新たな冥府の権力者として命じればよいのです。連れて出ろと。連れて出ろ。その骨は手に身で運べ。よと忌まわしき者たちを。やばね。聖者の国へ運んだ命という命を食わせるために。うわぁ、こんなが攻めてきたらあんま世も末やれ。鬼キスの絵神殿か。ああ、これはどうしたのだ。大地が崩れて沈み始めています。なんだと。おお、海水が押し寄せています。この勢いでは我々の国が海中に没するのは時間の問題です。予言にある終焉が始まったというのか。オニキス様。おお、どうすれば。このままではどちらにしても後はない。まあ後はないんだわな。かといってさ、全ての炎を上げて内陸に進軍する。進軍したらあかんと思うよ。それでは我々は世界樹で滅ぶ運命に。世界樹などと呼ばれる木がどこにある。俺は信じぬ。人間の予言など森という森を焼き払い、予言が偽りだったことを示そう。この炎に住む全てのものに伝えろ。マジで世界を奪う時が来たと。奪っても終わりじゃねえ。三日で終わりそうな気がするよね。明智光秀みたいに終わるよ。頼むからやめて。オーダイン様、このままでは。ガロンが冥府の王だと。我が軍は残っている部隊はどれくらいだ。すでに小野兵隊は全滅です。ワルキューレ隊が門が破られ敵が王宮に流れ込んできます。マジで。ああ、この日が来ることは分かっていた。分かってたのか。そのためにバロールを作り上げたのだ。作り上げたけれども、あれさえあれば。来たぞ。我が命で王を守らん。おお、やられまくり。味方がやられてるのにそれを気にせずするとはどういう感じやのかな。ああ、え、何、どうしたん。ああ、多勢に無勢かなこれ。言い過ぎじゃねえってね。静かだ。剣撃の響きすら聞こえん。え、あれ、あいつらはどうなったというわけか。あれほど多くの死神を一度に見れば、どんな戦士も血の気が失せるだろう。おお、失せんのや。あれ、あれはグリゼルダではないか。あ、グリゼルダ。ああ、この終焉に紛れて出てきたか。まさかこれ。お前には父親らしいことをしたことがなかったな。お前のために死ぬのならそれもよかろう。え、嘘。これからはずっと一緒にいられそうだ。満足か、グリゼルダ。そうか、お前は可愛い娘だ。マジか。オーダイン死んだ。マジか。予言にある死の凱旋じゃ。死の凱旋か。見張り台から見ると山向こうまで漆黒の軍勢が埋め尽くしておる。あの死霊どもはすぐにもここへやってこよう。やってくる。ではラグナネイブルはすでに。姫、気を確かに。今はここから避難せねば。先に異変を察知して出て行ったオズワルドが気になるな。こちらです、グエンドリン様。
この者が安全なところにお連れします。ウィリス、ごめんなさい。私の槍を持ってきて。グエンドリン様。うわぁ、グエンドリン出るぞ、これは。オズワルド様を追います。ちなみにね、いけません。心配しないで、私はワルキューレ。追い詰められたら空に逃れます。あのレバンタンをやるのがこいつなんですね。うん、文献読んどって。落ち合えるのならホルン山で。来るわ、急いで。で、最初はコルネリウスなんですよね。で、その次が誰だっけ。まあそれはいいとして、姉様私を迎えに来たのですか。まあ最初はコルネリウスなんですよ。脳幹を打ち据えなさい。打ち据えなさい。おお、忘れないで。うん、これね、姉様忘れないでって言われたら、ニョキ出てきたよ。ニョキニョキ。ガイストーではなかったな。こいつ、名前何やったっけ、忘れたわ。最初ね、確かクロネリウスです。ね、確かね。確かね。うん。見る影もないやけやと。これがダークオーバー。こんなものに挑んでも、戦いと呼べるものになるのかすら。おーい、コルネリウス、結構強そう。イングベ、お前か。お前が秘術を使った姿なのか。答えろ。その通り。誰だ。誰だ。誰や、ほんまに。お初にお目にかかります、王子。ウルズールの友人にございます。私をはめた仲間だ。先ほどの話は本当か。これがイングベイだと。いかにも、コルドロンを制止するためにこやつは秘術を使った。じゃがダークオーバーを操る術があることを知らなんだのが誤算よの。マジ、そんなことができるはずがない。それができれば父は祖父を手にかけずに済んだはずだ。ガロン王の事件か、あなたの父上が研究させたのじゃよ。そしてそれは完成した。したいんや。父上がやばくですね。何をする気だ。愚問には返答無用ですね。邪魔立てなさるなら我がしもべの餌食になりまするぞ。おお、やばいやばいやばい。お前こそ様はないじゃないか。よいしょ、危ねえ。父上もこの剣で魔獣に挑まれたのだ。恐ろしいものか。待っていろ、今楽にしてやる。楽にしてくれるか。助かるって感じの顔じゃねえか。それはないか。それはないか。よし、じゃあコルネリウスでやっていきましょう。と、その前に、よし、これでいけるでしょう。ほら、ほんまに。わあ、じゃあ内視も早い。なくなるの早すぎ。オッケー、よっしゃ、いい感じ。あっちを見せた。あれ？マジか。え、あれちょっと待って。よっしゃ。で、なに？ちょっと、おい、あ、それやめて。あかん、これはあかん。アンチドート欲しいよ。アンチドート、よいしょい、ナムー。あ、ちょっと待って、エクストラ保存ちょっと使わせてね。よいしょい、オッケー、消えていったな。ちょっとその前にこのスキルの方でちょっと気になるものがあるかどうかわからんけども、ほんならもう行こう。あれ、どこ行った。あれ、どこ行った。そこかい、そこかい、かいよ。ちょっと待って、マジで、あかん、
ちゃった。オッケー、よっしゃー、ほんまに、こんにゃろ。こんにゃろ、ほんまに、よっしゃい、せいせいせい。オッケー、おーおーおおお。火の輪が、火の輪が、やばい。で、出てる、出てる、はい。あんな攻撃あったんか、マジか。ちょっと待って。オッケー、痛い。オッケー、せい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 、おらい。お、うわ、また、また立ち上がった。ちょっと待って。よっしゃ、こっち側来た。オッケー、よっしゃ。いい感じ、いい感じ、いい感じ。よっしゃ、どうだ。ちょっと待って、ブレイズ使っていこう。オッケー、いい感じやで。あれ、あ、な、またそれかい。うわ、上すぎる。あ、あ、無理やこれ。あ、ちょっと待って。これ赤、あ、これ赤ミスター。あれどこ行った？ OK、 あれでも攻撃できたんや。 OK、 いいね、いい感じ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 にこっちも行ってるよ。 OK、 ほらうまい、よっしゃい、えい、サイクロン、サイクロン、オッケー、オッケー、ほら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 、オッケー、真ん中一番先にできたよな。あ、ちょっと待って、サイクロン、あ、待って、今いける、あ、いけるな、オッケー、オッケー、いい感じやね。お、なんか凍りついた、凍りついたよ。よっしゃ、凍りつかせて。オッケー、よいしょい。いい感じ、いい感じ、いい感じ。全部いい感じに落ちていってるよ。HP が。徹底してるって言った方がいいな。よいしょ、おい、なんか力が予感がしてんや、うん、あ、よかったわ。オッケー、じゃあ、あかん、これはあかん。あかん、あ、ちょっと待って。おお、セーフ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 、あぶねえ。オッケー、ここら辺も倒していきたかったな。あった、いや、ちょっと待った。あれに行ってもらったし、ちょっと待て、ちょっと待て、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 よっしゃ、取り株、よいしょ、アンチ倒れ、飛んでいこう。1200キーね。おい、はい、ちょっと待て、よっしゃい、え、ちょっと待って、またかい、それ。え、なに？今度はなに？オーケー、よっしゃー、えい、ほら、お前らはこの野郎、お前らはこの野郎。あー、滑る、滑る、マジで滑る、滑る、滑る、滑る。え、どっか行った、よいしょ。おい、危ねえ。オッケー、サイクロン取れた。オッケー、サイクロン使っていく。オッケー、いいね。あれ、どうしたん、どうしたん、どうしたん、な、どうしたんよ、立って。
暗かったってみてに立ってぞ。すげえ、こう上、ああ、当たったっす。どっちみち当たったっすね。すごい、食べられそう。けど相手は凍りついた。オッケー、せいせいせい、おらい、おらい、せい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 。あった、あーあともうちょいね、全員ね、もうちょいで終わるね。ブレイクか、なんと。オッケー、ナイスナイス、燃え尽きて、燃え出した燃え出した、燃えとけよ、ダークオーバー、ダークオーバー燃え尽きとけ、燃え尽きとけ、燃え尽きて入るなっておけ。まあ、なりはせんかな、まず戻るから、中の相手にシングルウェイみたいな、そんな気がちょっとするかな。あ、またそれ、もうなんもねえな、使っとくか、どっちみちこれ最後ですね。おい、あかん、おお、けどあれ使ってるから問題だ。オッケー。いやー、こっちあれ使っとったからだいぶマジやったね。アンチドークね。オッケー、よっしゃ、もうそろそろ終わりだ。オッケー、よっしゃ、ほんまに。よっしゃ、おいじゃ、また上立つもん。お前頼むわ、やめてそれ。オッケー、よっしゃ、いせい、あ、見た、サイクロン来た、ありがてー。オッケー、よっしゃ、一匹倒した、一匹、頭の一匹は倒した、頭の一匹な。オッケー、よっしゃー、せい、あらい、ちょっと間違い、ちょっと待って、オッケー、終わった、よっしゃい、レベルアップ。これきっと傷つんねやろな、そんな気するわ。ちょっと危ない、ちょっと待って、マジだ、いけないっすよ、あー、そこじゃないよ。オーケー、よっしゃ、いい感じやで。オーケー、よっしゃ、もうちょいね、もうちょいで終わりたい、痛い。まあ、なんだか終わりませんね、なんだか、なんか一つだけやったら、なんかそんなに、そこまで強そうに見えへんよな、このダークホームさ。あ、じゃあ上やって、上やって、ヘイヘイ、そこ、オッケー、おかん、あぶね、6切れ吐く前やって、よかったわ。6つ目の獣を狩る者、6つ目なん、あ、まあそうやな。コルネリウス様、死んじゃいないさ、しぶといやつだ。イングベ、その怪我、因果だよ、ベルベット。因果、何が感じるだろう、今もコルドロンが世界から保存を吸い上げている。マジかよ、結局俺は壊せなかった、もはや手遅れだ。すでに大地の根は死に、大陸全体が海へ没しようとしている。なるほど。手記を覚えているか。お母様の手記。コルドロンを壊すのは間違いかもしれない。手記が俺たちを思って綴ったものなら、危機を乗り切る手段を伝えようとしていたのでは。コルドロンは最後の結晶で導く。コアを逆回転させれば、
うちに蓄えた保存を外へ放出できる。それが救われる方法だったのかも。な。お、行っちゃった。暗い顔で見るなよ。コルネリウス。暗い顔か。お前だって虫の息じゃないか。おかげで最後にこうして正気に戻れた。イングベイ。俺なら気にするな。母上があっちで待っている。悪い息子を叱ってくださるさ。不甲斐ない兄の最後の願いだ。ベルベット、もう猶予はない。行くんだ。お、担いで。コルネリウスを担いで、ベルベットは行った。この俺も、最後か。こんな時になって、あいつの顔が浮かぶのは、なぜだろうな。あいつの顔？無事だといいが。メルセデス。え？もう一度、会いたかった。うわ、あかんって。うわ、なんかめっちゃ泣けてきた。やべえ。では今回はね、これぐらいで終わりましょう。ではご視聴ありがとうございました。ではまたね、次の動画で会いましょう。はい、ではやっていきましょう。屋根裏からね、やってもよかったんですけど、もうね、もうあとは冥府の王とか、そういったボス戦だけになるんでね、もうこっから始めていた方が早いかなって思ったんで。まあやっていきたいと思います。では行きましょう。オズバルドでね。冥府の王に挑むのは、オズバルドでやった方がいいんですよね。うん。どちらも死をまとってる。どうも不快な気配がすると思えば、いやしかも、あの女に魂を売って力を得たか。世を捕らえ苦しめ続けた死の力を。冥界の女王は滅びたというのに、死神たちを率いるお前は何者だ。タイタニアの戦王ガロン。傭兵不勢が軽口を聞ける身分ではない。傭兵その姿、あ、こいつのこと。悪魔にでも魂を差し出した末路か。ああ、オーデッド。もう少し唯一残る心臓すらも癒させる。その影をまとうお前も。これ以上俺たちの世界をお前たちの腐肉で蹂躙させるわけにはいかない。今すぐ地獄へ送り返してやる。終焉だ。ここがその地獄よ。予言を信じるならお前が世の死に予言を信じればこそ負けぬ。王家だけに伝わる秘密がある。代々タイタニア国王の命を奪うのは王家の人間だけだという血塗られた歴史の予言がな。へえ、そうなんや。お前が女子死にある影だとしても、どこの馬の骨ともわからぬお前がこのガロンを倒すことなどあり。もしかしてこいつ、どっかの王の、松江なんや。どっかの王のって、タイタニアの王のね。ほら、待ってください。よっしゃ、いい感じ、いい感じ。よっしゃ、はい。オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。痛い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 。それか、それか、それは、俺が許さんぞ、この攻撃は。いいね、いい感じ、いい感じ。オーケー、おー、いいね。速い。オーケー、一個割れた、一個割れた、オーケー。いや、あんまり。いい感じ、いい感じ、オーケー。よし、じゃあ、真の像が出てくる。真の像が出てくる。オーケー。よいしょい。オーケー、よいしょい。ちょっと待って、上上上上上。オーケー、そこへ。
ったもん。オッケー、よいしょい、あ、ミスだ。あ、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、おお、結構いいね。あ、ちょ、うめ。あれ、すごか、うい、あべ。レイズン。オッケー、あ、痛い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 、オッケー、ちょっとマテリアルでね、何か作っていきましょう。よいしょい、真の像が出てくる。オッケー、よいしょい、いや、おはよう。オッケー、よっしゃ。オッケー、ボール系の出てきた、いいね。ザザクに使えるわ。痛い痛い痛い。ザコザコじゃね。こんな気にするわ。何が起こった？何が起こった今？今何が起こった？分かってないよほんまな。ちょっと待って。よいしょい。よっしゃー、違うよ、せい、こっち、こそこそこそ、オッケー、おー、すげー、はいよ、オッケー、そこそこ、痛いよ、もうちょっとやめて、ザコにやられそうになるよ。なってるよ。大丈夫かな。よいしょ。おう。お前、ちょっと。オッケー。怖い。おい。これもう絶対ザコ。うわ、へい、ちょっと待って。オッケー。ナイスナイスナイス。まあ、あ、死ぬ、あ、ミスター、いい感じ、いい感じ、いいね、いい感じやね。よっしゃ、もうちょいやね。あかん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 、今のロスはいや、オッケー、ありがてー。よっしゃ、まあここでボルケーム、よっしゃ、いい感じやで、ね、おい、痛い、どうし、何個まだある、おい、ブレイザーでんか、オッケー、よっしゃ、あ、いく、いく、いけだ、怖いよ、ザコが、怖いよ、ザコが、ほんま、ザコのせいでな、終わるとるだろ、ほんまにな、オッケー、おさー、ザ、ザコ、やべー、オッケー、オッケー、おさー、この調子で真の像を攻撃していこう。真のどうなるかどうかわからないな。オッケー、よさ、危ない、あ、ちょい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 、オッケー、サイクロン、ウェーブ、オッケー、いい感じやで、お、向いてくれた、ありがてー向いてくれたよ、ダメージ食らってくれたんかな、うん、ほんまそれやわ、だいぶ楽になったよ、今まで、オッケー、あ、ちょっと待って、おい、ちょっとやめて、ちょっとやめて、ちょっと手挟んといて、やめて、ちょ、真の像攻撃できひんがな、ここにやろう、ここにやろう、ここにやろう、オッケー、よっしゃー、おらオッケー、ちょっとは減らしたんかな、よっしゃい、おら、うまー、せい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 、おらい、せい、ここにやろう、
赤、あ、痛い、ちょっと待て、はい、セーフ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 、あ、いた、待ってやめて、オッケー、もうちょい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 、オッケー、怖いよ、こいつら怖いよ、雑魚が、なんで雑魚うざいんだけど、ほんまに、オッケー、よっしゃ、セーフ、セーフ、セーフ、逃げろい。ここでバック出てくんねんけど、なんなんこいつら、まあまあ、オッケー、よっしゃー、いけた、オッケー、とりあえず、怖い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 、あれにやられそうになる。あ、100やったし、ちょっと待って、マジか。あ、200やったし、あ、右かも、めんどくせえ。ほらよ、よっしゃ、いい感じやね。あいた、下から抜けてきた、直視にやられた、今。よいしょ、あ、これは、これは、バテリアル、お、いいね。あれにやられてるさっきな。まあ、その、残ってると思う、やってると思うけどね。よっしゃ、その調子でやっていこう。あー、マジか。どっから、どこにある？ここにありすぎーって。上げていくもん。OK。OK、よっしゃ。せいせいせい。ほら、あ、レベルが上がった。いいね、いい感じ、いい感じ、いい感じ。オッケー、おっしゃー、ほら、お前らは。おっしゃー、雑魚先から受けられる。オッケー、ほら、お前ら。オッケー。オッケー、そこ。オッケー、せいせいせい、もうちょい、もうちょい、ちょっと、マジか、しん、あ、無理やった、おしゃれ、あ、いいや、あ、いた、おい、危ねえ、うわっ、オッケー、ほら、ほら、いっしょい、いっしょい、雑魚がうざい、こんなやつ、え、何にやがった、俺は、ほら、ほんまに、オッケー、出てきた、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ほら、お前らは、こんなやろ、よくもやってくれたな、さっきは。今回で終わりだ、お前は、これを。オーケー、よいしょい。よいしょ、ほら、よっと、よいしょい。せいせいせい。オーケー、せいや。オーケー、ほら、ほんまに。あれ？ちょっとうざいな、実績な、うん、出てきた、え、何が起こった今、オッケー、終わったー、よっしゃー、霊界の大仏者の称号を手に入れました。いや、称号ちゃん、トロフィーね、最近編集の方で称号、称号言われてる、我が心臓が悲鳴を上げている、上げてんねや、貴様、タイタニアのゆかりがあるんやろな。お前の父の名は、親など知る者か、いずれ思い出せ、え、いずれ思い出せ、何、そういえばあの竜が言っていたな、父親はエドガーという男だと、ほう、エドガー、何、エド、え、後継ぎゆえに
弟のエドマンドよりも目をかけてやったのは。タイタニア王のな。世に逆らってあの女と駆け落ちなどするからと世を恨み出ていったあいつがいずれ世の命を脅かすのは分かっていた。秘密裏に殺させたのはそのためだのに。エドガーは息子を逃していたのか。それでは仕方あるまい。タイタニア王を討つのは王家の血筋。運命が世を捕らえた。マジかよ、オズワルド。マジか、あのアリの子供か。マジか。エドガー、その人が俺を逃がした。おそらく妖精の国へと。俺はさらわれたのではなく、拾われたのか。メルヴィンの言っていたように、あいつは駒だと言い放ったが、俺を拾って育ててくれた日々まで、偽りではなかったのかもしれない。途中で急いでんだって。途中でな。王国の最後か。よし、じゃあまあね、今回はこれぐらいにしておきましょう。ではご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録、通知が欲しい、早く欲しいと思われた方は、してください。あとね、一応ツイッターの方もやっております。興味がある方はね、概要欄のところに URL 貼っておきますので、そこをね、クリックしてフォローお願いいたします。一応ね、あと、ご存知縛りもやっております。ゲームタイトルご存知縛りといって、まあ僕だけでしょうけど、YouTube 上にね、アップロードするゲームタイトルの頭文字。このオーディンスフィアであったり、アンジャーテッドの頭文字であるとかをね、まずアーカルでやってましたんで、まあ、アンチャーデッドはあげております。E はね、イグジストアーカビやっておりますし、E はリッチャー3ワイルドハンターやっております。まあ、A はね、プレステ3のエンチャントアームの方やっておりますんで、もしよければね、見てください。では、さらば。